イスパウー、ノビハズキファイヤー、大切なご報告。あー、ということで今回はプロフォールザアルティメットショーダウンをやっていきたいと思います。今回は皆さんにご報告うんぬん、あるプロフォールザアルティメットショーダウンのゲームを実況しながら皆さんにご報告していきたいことがあるので、それをね話していきたいと思います。とりあえずゲーム開始スタート、やっていきましょう。皆さんにね、ゆきとちゃんご報告と言ったんですけども、どんなご報告があるかと言いますと、まずは5月1日ということで月が変わりましたよね。そして5月の最初のイベント、皆さん何がありますか？そうです、ゴールデンウィークとなっています。ゆきとちゃんのこのスキンもゴールデンキウイとなっています。そんなことは置いといて、ゴールデンウィークでね、みんなにねご報告したいことがありまして、ゆきとらちゃんゴールデンウィークの何日間か実写毎日投稿したいと思います。もうね、みんなで、ね、雪乃さん自社の顔出ししたのに実写投稿はやらないのかとかさ、実写投稿待ってんだけどいつなんだよっていうね、結構ね待ちわびてる、ね、人がリスナーが多くて、そういうコメントをね多くいただいてたので、今回ゴールデンウィークのね、全ての日程にね雪乃ちゃん実写動画を毎日投稿したいと思います。そしてそしてさらに雪乃ちゃんはゲーム実況アカウントでも毎日投稿していくので、雪乃ざんま、雪乃好きのね、雪乃大好きなねリスナーさんからすると、ね神のようなゴールデンウィークをね過ごされるというね、間違いないと思うので、皆さん、ゆきのちゃんのね実写アカウントまだチャンネル登録してないよって方がいればね、チャンネル登録概要欄からできるので、そちらからチャンネル登録よろしくお願いします。そして最高記録52秒叩き出しました。次のレース行きましょう。しゃよっしゃ、てか第2レースはライトルーム。さあ、ゆきのちゃんのご報告がゴールデンウィーク実写っていうことは皆さん分かったと思うんですけど、まだ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 ありますよ皆さん。こっからゆきのちゃん、まあね、言えれないこともいっぱいあったりとか、ものすごい報告とかいっぱいあるんだけど、まあ言える範囲だとしたら、雪ドラ、やべ、ミスった。ゲーム普通に見てなかった。雪ドラちゃんね、まあちょっと何言っちゃおうかな、どうしようかな。雪ドラちゃん、こういうので、じらしていく系 YouTuber としてね、ちょっとね、じらしたいんだけど、止まる。はい、天才すぎる。まあ、じらさずに言っちゃうとね、雪ドラちゃんね、いや、ちょっとじらしちゃおうかな、でしょ、落としてんじゃねえか。めんどくせえことしてんじゃねえと、ブロッコリーで実際やっていきましょう、しっかりと。まあね、簡単に言ったら、雪乃ちゃんのね、夢が叶います。はい。雪乃ちゃんの夢が叶います。とうとう雪乃ちゃんの夢が叶う。そういった内容です、雪乃ちゃんの、皆さんにご報告は。で、どういった夢なのか、雪乃ちゃんは何を目標にしていたのか、どういった内容なのか、どういうことを目標にしていたかはね、まあね、みんなね、わかんない人が多いと思うけど、まあ、いずれ報告させていただきます。なんで、本当に近々報告します。じゃないとね、ゆきなちゃんの夢が叶えることができないので。でね、正直ね、自分自身のね、夢をね、叶えることはね、正直実際できると思ってる。死ねまして。まあ、そんな感じでね、ゆきなちゃんね、5月マジでね、くっそ忙しいのよ、みんな。ゆきなってそんなに忙しいのって思う方いっぱいいると思うんだけど、ね、ゲーム実況毎日投稿はね、まあ、言うて楽ちんなのよ、ゆきなちゃんからするとね。でもね、実写の動画を毎日投稿がね、死ぬほど、予選通過できなかった。死ぬほどね、忙しいんだけど、マジで頑張るから。で、夢についてはいずれ報告するから、みんなゆきなちゃんのことを応援してほしい。マジで。マジで応援してほしい。もうなんなら月のレースで喋っちゃうわ、普通に。さあ、やっていきましょう、ライトルーム。今さっき雪乃ちゃん、あ、私ブロッコリー星人だ。まあいいでしょう。今さっきね、雪乃ちゃんの夢がね、みんなにね、お伝えできてなかったと思うんで、今回雪乃ちゃんの夢を、このステージを借りてお借りしたいと思います。雪乃ちゃんの夢、TGC に出ることです。もうどういうことなんだっていうね、どういうことなんだって思う人いっぱいいると思うんだけど、雪乃ちゃんはね、昔から TGC に出たいってね、言ってたんですよね、動画とかを使いながら。で、TGC が分かんない人もいっぱいいると思うから、先に言っちゃうと、東京ガールズコレクションっていうね、めちゃめちゃ大きな祭典がありまして、その祭典に出たいというわけであります。まあね、コムドットさんとか、中町兄弟さんとか、平成フラミンゴさんとか、もうね、有名なインフルエンサーたちがね、いっぱい出ているね、なんか、まあ、祭典みたいなのがあるんですよ。そういうのに雪乃ちゃんは出たいって、ね、もうずっと最初から思ってて、それに出れます。出れますっていうか、多分出ます。はい。まあね、なんで出れるかっていうのをね、確信してるかっていうと、まだオーディション段階というか、まあ予選的なものがあるわけですよ。で、なんで雪乃ちゃん予選を通過できるかっていうのはね、
確信してるかというと、君たちがいるから。これね、予選を通過するかしないかのね、やべ、もう来てる。予選を通過するかどうかっていうのは、ミクチャっていう配信アプリで、なんか、めちゃめちゃ人気な人が予選を通過できるよっていう話。ゆきだちゃんはさ、もう、リスナーがいるわけだから、リスナーにゆきだちゃんのミクチャを見て、見てほしいんだよ。で、ゆきだちゃんに応援してほしいんだよね、みんなに。でね、なんかもうスパチャ投げろとかそういうことじゃなくて、もうシンプルに見てほしい。ゆきだちゃんのミクチャの頑張ってる配信の内容を、毎日ゆきだちゃんミクチャで配信しようと思ってるの、実写で。で、実写で配信なんかしたことないわけだから、どんな感じになるかもわかんないし、正直ね、事故る可能性もあるんだけど、ゆきだらちゃんが TGC 出るなら、応援するよ、私っていう人だったりとか、ゆきだらちゃんが頑張ってる姿、私見たいよとか、実写の配信見たいっていう人はね、もうね、ゆきだちゃんのミクチャ、フォローしてくれると嬉しい。ちなみにまだフォロワー一人しかいないから、今のうちに子さんになってほしい、みんな。ミクチャのね、ゆきだちゃんなんかとね、この動画のね、ここら辺に貼ってあると思うんで、もしよければミクチャのね、フォローよろしくお願いします。このね、ミクチャのアカウントでゆきだちゃん頑張って TGC に出るっていう目標を叶えたいと思うので、ゆきだらちゃんの目標に付き合ってくれるリスナー、フォローよろしく。絶対に楽しませる自信はあるし、もうね、ゆきだちゃんのライブに来たら一回はクスって笑わせれる自信はあるぐらい、ゆきだちゃんはライブ配信にね、ものすごい自信があるので、もしね、ゆきだちゃんじゃない、もしね、気分が落ち込んでて、どうしようかなって思うときは、ゆきだちゃんのね、ミクチャの配信来てほしいんでね、絶対笑わせるから、絶対笑わせるから。で、ね、ゆきだちゃんがね、一番懸念点で思ってることは、下ネタが言えるないこと。だからもう下ネタなしでどうにかもうリスナーを沸かせないといけない。まあ、下ネタなくてもゆきだらは面白いんだぞっていうことをね、証明できるいいチャンスだと思うんで、まあね、そんなゆきだらが頑張ってる姿見たいよとか、ゆきだらを応援したいよという方がね、もしいればミクチャのね、こちらのアカウントのフォローよろしくお願いします。まだフォロワー1人しかいないからね、本当に。さあ、フォロワー2人目になるのは誰なのかなと、そこもね、ちょっと楽しみにね、待っていきたいと思います。でね、ライブ配信自体は5月の、10日かな、5月の10日9日ら辺からね、開始したいと思ってますので、まあそれまでにね、フォローのほどよろしくお願いします。でね、最初のね、ライブ配信を開始するときはインスタやツイッターでも告知するんで、もしね、インスタやね、ツイッターのね、フォローもできてないよって方がいればね、この回を機にね、インスタもツイッターもフォローよろしくお願いします。さあ、あとはプロフォールを頑張って1位を取るだけ。もうじゃあ、分かった。雪ドラのためにミクチャ入れるのめんどくせんだけどとか、はぁみたいな、そんなんのために、なんかお前の夢を叶えるために、私たちを使ってんじゃねえよとかね、思ってるね、リスナーいっぱいいると思う。分かった。じゃあ、このプロフォールズでもし雪ドラが1位取ったら、フォローしてくれよ。それでどうだよ、みんな。もしこの雪ドラちゃんが、もうお前これ、あれだからな、後付けとかじゃないからな、これどうやって説明しよう。本当に後付けとかじゃないんだよ。じゃあ、これ見せるわ、普通に。本当に後付けじゃないんだよ。後付けじゃない状態で、もう本番の一発撮りで、もし雪ドラちゃんが1位取ったら、ミクチャのフォローしてくれよ。で、雪ドラちゃんの夢を、応援してくれよ。一緒に雪ドラちゃんの夢を、一緒に叶えたいんだよ、リスナー。絶対に面白くする。絶対にね、沸かせる。雪ドラ応援しててよかったら、そう思わせる自信しかない。あとはね、みんなの実力が必要。私、チーターになったんだけど、またここまで来いよ、ザコとも。アイザコをつにだ。アイサヨーダリーじゃねえんだよ。さあ、次決勝戦。運命の結果、皆さん、フォローお待ちしてます。やべえ、終わったんだけど。決勝戦一番苦手なフットボールなんだけど。どうしよう。マジ一番苦手なんだけど、私。どう考えても勝てるビジョンが見えない系 YouTuber とは私のこと。さあ、雪ドラ偽物は2、4、6人チーム、オッケー、相手5人、ザコを釣りだ。さえていきましょう、しっかりと。でね、雪乃ちゃん TGC のことと、ゴールデンウィークのこと、それだけなのかな、それだけか、雪乃って思う人いっぱいいると思うけど、さらに報告あります。これはまだ言えないね、報告なんだけど、まあね、マジですごいよ。本当にすごいね、雪乃ちゃん報告できる自信あります、皆さんにとって。まあね、そんなね、めちゃめちゃすごい報告はね、まだできないんだけど、皆さんお楽しみに待ってください。ゆきだちゃんのチャンネル登録をしてお待ちください。OK。とりあえずで、一発目クリア。これね、もう最初ね、前に攻めずに後ろにいることが大事、これ。後ろにいて、で、これ、はい、ポン。嘘だ。おー、ゴールよーし、てか悔しいんで、ライトルームやっていきたいと思います。マジで、決勝戦、ちょっと、サッカーボールのやつだけはやめてほしい。それ以外なら勝てる自信がある。さあ、皆さんどうですか、このね、ゆきだちゃんの動画を見て、ゆきだちゃんもっと応援したくなりませんでした。ゆきだちゃん5月真面目にめちゃめちゃ頑張ります。ちなみにゴールデンウィークにね、
ね出す動画、一体どういう動画を出すんだ実写の動画って思う人いっぱいいるんだけど、もう撮った動画で言えば原宿で地名の調査をやってみたりとか、原宿地名の調査めちゃめちゃ面白い。ちなみに雪だらちゃんがこのね実写で知名度調査をしたら何人のリスナーに気づかれるのかっていうね企画を撮ったりだとか、まあ、他にもね今日撮りに行く動画だったらアウトレットにあのお買い物ルーレットで、あ、じゃあ買い物金額をルーレットで決めて、買い物行くとか、ちょっとよくわかんない、まあ、日本語めちゃめちゃになってると思うんだけど、まあ、そういった動画を撮ったりとかめちゃめちゃ面白い企画いっぱい撮ってあるんでね、皆さんお楽しみにください。あーいや、雪だらちゃん個人的にはね、あのナイトルーティン、モーニングルーティンがね一番面白いと思うんでね、それもね楽しみに待っていてください。普通のナイトルーティン、モーニングルーティンじゃありません。限界クズ YouTuber の、ナイトルーティン、モーニングルーティンとなっているので、あの他の人とはね全く違うようなナイトルーティン、モーニングルーティンがねあの見れると思うので、皆さんそれも楽しみお楽しみください。そしてね、雪だらちゃんが、ね、使っているスキンケアだったり、雪だらちゃんのね前髪のセット、髪の毛のセット方法だったり、眉毛の描き方だったり、そういったこともねそのモーニングルーティン動画等で話しているので、そちらも楽しみに待っていてください。さあとりあえず決勝戦じゃない、準決勝クリア、次あ準々決勝クリア、次準決勝やっていきましょう。しゃーよーしゃ、てか第2レースはシャープクラブ準決勝となっております。ガチ勝ってる。このステージ結構得意なんだよね私。これはね昔からあるステージで、雪菜ちゃんが一番得意と言ってもいいほど扇風機プーンのステージとなっております。さあやっていきましょう準決勝。落ち着いて、ブロッコリーステージいるか、まず勝ってみる。ブロッコリーステージいるね。これはね一回無視します。一回無視して、まずこいつらにやられます。あれ？ブロッコリーステージ？動いてねえじゃん、あいつ。やば。動いてねえ、こいつ。これ先に行ったもん勝ちだ。ミスったら負ける。これ先に行ったもん勝ち、マジで。いや、これマジ冷静に行く。ブロッコリーステージ動いてないってことは、害悪がないってことなんだよね。だから自分の力量次第。はい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 、ブロッコリーステージ来てない。よし、オッケーオッケー。これ自分の力量でいける。はいはい、オッケーオッケー、決勝戦いけますね、これ。オッケー、2位通過だ、これ。オッケー、2位通過、素晴らしい。さあ、ブロッコリー選手動いてなかったんでね、ゆきなちゃん軽く1位取りました。さあ、ここで1位取ったら、ミクチャのフォローよろしくまして。私はマジ TGC のランウェイを歩きたいんだ。コムドットさんが歩いてたランウェイだったり、ゆきなちゃんの憧れてる人が歩いてるランウェイだったり、いろんなね、挑戦をしていきたいんだ。しかも TGCT って言って、ゆきなちゃんも今年20歳になっちゃうから、今年最後の挑戦だよね。ここを逃したらもう雪菜ちゃんは TGCT に出れないし、ここを逃したらもう雪菜ちゃんは二度と TGC には選ばれない。ここで撮るのが雪柄だ。みんな実写動画を楽しみにしている人だったり、雪菜ちゃんがモデルでランウェイ、あれこうやってかなり風切りながら歩いてる姿見たい人だったりいっぱいいると思う。雪菜ちゃんも実際 TGCT に選ばれたいしね、そこのねあの需要と供給ガッチンコさせて、皆さんあのもうここだけプレゼンしたんだ。頼むみんな、ミクちゃんのフォローよろしくまして。あね、フォロワー一応1000人目指してる。登録者33万人いる人が1000人目指してる。実際目標だなって思うでしょ。大丈夫、最初は1000人だけど、次に1万人、次に10万人って、どん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 フォロワーの規模を増やしていこうと思ってる。だから最初の1000人になるのは誰だ。ミクチャの最後、最初の最初でフォローして子さんになる人は誰だ。君だろ。フォロー待ってる、こっちだ。ファイナルサークル、ラストの決勝に一番スタッフふさわしい、くすっとくすっと、ラストのステージに一番ふさわしいステージじゃないか。ステージ2回言ってるのもあった。みんな分かってんだろ、私が言いたいこと。ここで1位を取ったら、見ている人全員、強制ミクチャフォローだな。分かったか。雪だらの実写のね、ライブ配信が見たいよという人とか、いると思う。ミクチャで配信するから見ててくれ。なんで私狙われんの？ミクチャのフォロー。なんで私狙うの？気持ち悪いな、お前ら。敵が多いんだよね、私には。バージャー。まあ、見てる人、分かった。ここでキウイを取っとったら、フォローしてくれよ、まして。キウイ取っとったら、フォローしてくれ、まして。キウイ！オッケー。どうや、みんな。ゆきだちゃんのことフォローしたくなったでしょ。ゆきだちゃんにはそういう魅力的な要素があるんだよ、みんな。子さんになってくれ、ミクチャの方の。ミクチャの方の子さんになってくれ、まして、頼む。まだフォロワー言っとくけど、本当に1人しかいないんだよ。もう最初に言ってフォロワー2になれ。3になれ、4になれ、5になれ、10になれ。そして1000人行こう、みんなで。そして、いきなちゃんを TGC の舞台に立たせてくれ。TGC ってすごいんだぜ、みんな。いろんな有名人いっぱいいる中で、そこに昔から応援してた雪だらがそのステージに立つんだぜ、みんな。みんなの応援がないと、この夢はね、雪だちゃんは叶わないと思う。だからみんな、フォロー待ってる。次の雪だちゃんの動画で、お会いいたしましょう。バーイ。
最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey, guys!